はい、吉野さん、YouTube で1億円稼ぐ方法をちょっと分解してみようかと思います。まあ、私がね、アップロードしてる YouTube の本数っていうのは、1万本には、ちょっとまだまだなんですよ。っていうのは、1万本以上だいぶやってるんで、もういくらなのかな。まあ、1万本以下ってことはないですね。まあ、そうですね。まあ、2万とかはいかないですけどもね、とても吉谷さんには及ばないですけども、まあでも1万5000本くらいは、今の時点で上がってると思うんですよ。でも計算しやすく1万本というふうにさせていただきます。そして私が YouTube を中心に活動して稼いだ金額っていうのが、まあ、1億円では効かないんですけども、単純に1億円とさせていただきますね。まあ、そうするとね、計算しやすいでしょ。1億円を作るのに YouTube 動画1万本上げたっていうふうな計算式が成り立つんですよ。そうすると YouTube の1本あたりの値段というのが出ます。これ、イリュージョンの1とか2でもね、この計算式で、動画1本の価格っていうのを皆さんにお知らせしたと思うんですけども、まあこういうふうに考えると、私の YouTube っていうのは、平均して YouTube 動画1本1万円で売れてるってことなんですよね。これすごくないですか？いや、すごいと思うんですよね。私がね、ラーメン食べてる動画とか、ただ道路をなんとなく撮影してる動画とかね、そういうのも込みで、全部平均で1万円で YouTube の動画売れてるんですよ。だから、まあ、やればいいのになと。で、仮に YouTube 動画をアップロードして即1万円もらえたらみんなやると思うんですよ。ただ YouTube の値段っていうのは、最初はね、0円なんですよ。次も0円なんですよ。目に見えてるのは0、0、0、0なんですよ。なんかそうですね、こういうのイメージしやすく言うと、5000本を超えたあたりから値段がつき始めて、で、1本100円とか200円とかね。で、7000本ぐらいで1本3000とか4000になって、9000本超えたら1本2万とかになって、で、1万本に行くときには、こういうふうなグラフができて、平均で1本1万円ですよっていう価格になるのかなっていうふうなイメージですよね。これすごいなと思うのは、それ以外のことやらなくてもいいんですよね。会社勤めすると、まあなんかスーツ買ったりね、季節を気にしたりとかね、新聞読んで予備知識入れたりとか、いろんなことがあると思いますけども、そういうのじゃなくて、YouTube ってただやるだけと。で、やった反応に対してちょっと工夫して考えるだけですよね。さすがに YouTube の再生数がずっとゼロでは収益っていうのを見込めないんで、やっぱ人気のありそうなタイトルつけてみたりね。で、今の時節柄に合ったようなことを言ってみたりとか、多くの方が心配していることに対して、こう、トークを展開してみたりとか。まあ、そういうことですかね。どうですかね。だからね、誰でも金持ちになれる、そのルートは、私たちの目の前に、すでにあるんですよ。ずいぶん前から。でも、そのルートを、歩くのか、それとも、別の、金持ちにはなれないけども、今日お駄賃もらえるルートを行くのか、ってことですよね。よくね、お父さんとかお母さんに幼い頃、買い物行ったらお駄賃をね、10円、20円あげるよって言われましたよね。だから買い物に行くタイミングがずっと待ってる。そういうふうな子供にもなっちゃいそうですけども、でも実はね、買い物のお駄賃もらうよりも、まあ別でですね、別の方法を取った方が、もっともっと儲かるんじゃないかなと。楽に儲かって人の役に立つみたいなことがあるんじゃないかなと思うと、やっぱり今歩いてるルートの上に、金銭的な成功はないと考えていかないといけないのかなと思いますよね。ただやっぱり吉谷さんが言われるように、誰もが金持ちになれる、そのルートっていうのは、裏を返せば誰も金持ちになれないってことなんですよ。つまり、何をやれば金持ちになればいなれるのか分かっている、そしてそのための環境を整っている、あとはやる気だけだっていうところで、気がついたらやる気が出ないっていうね、そういうふうに自分の内側に原因があることに気づくんですよ。いくら環境を整えても一緒です。昔ね、「金八先生」っていうドラマで、違う、「スクールウォーズ」でこんなセリフがありました。学校のね、突っ張りどもが暴れてしょうがないと。で、滝沢先生はそいつらと五分でこう渡り合ってるんですよね。で、そこでね、ちょっと臆病な先生が言うんですよ。滝沢先生はその大きな体があったりとか、ラグビーで鍛えたね、精神があるからいいけど、私はそんなことができない、怖いんだと。だから、ああいう水原たちとね、突っ張りたちとやっていくことができないんですよっていうふうに言うと、滝沢先生は何を言うかって言ってね、先生、私も一緒ですよ。確かに私は体力がある。あいつらに首に縄をつけて引っ張り出すことはできるでしょう。でも所詮そこまでなんですよ。
いくら無理やり机に縛り付けたところで、結局本人が勉強やる気にならなければ私も無力なんです、一緒なんですよっていうふうに自分の無力さをね訴えるというところなんですけども、確かになと思うんですよ、うん、強制的にやらせたところで、環境を整えたところで、内側から出るものがない人に対してはね、全くそこから意味をなさないってことなんですよ。ということで本気で金持ちになりたい人っていうのがいないというね、本気でお金の問題解決したいと思ってる人は案外いないってことに行き着くんじゃないかなと思うんですよ、ね、本気で金持ちになりたくない、なりたいと思ってないのになぜか金持ちになるための塾に入ってくるという、そういうねパラドックスがここにもあるのかなと思いますけども、もう一個ね言えばですね、だからといって突き放すんじゃなくて、どうやったらやる気になるかってことを探すのも吉田さんね我々の役目だと思いますんで、こうやってねしっかりと背中を見せながら動画をバンバン出していこうかと思います。じゃあいってらっしゃい。